デボンテ・ケイコックは、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ出身のプロバスケットボール選手。NBA のサンアントニオスパーズ、ウバックリーグのオースティンスパーズに 2A 契約で所属している。ポジションは、パワーフォワード。イリノイ州シカゴで、ハリーとローズルイの間に生まれ、ジョージア州リバーデールで育ち、主にサッカーをフォワードとしてプレイしていた。手首を骨折した後、 最初に8年生でバスケットボールを始め、サッカーシーズンを終えた。最初は活躍できなかったが、2年生として身長が201センチメートルに急成長した後、高校の代表チームに加わった。アルファレッタ高校のシニアとして、ゲーム平均22ポイント12リバウンドを達成し、チームを地域のタイトルに導いた。ノースカロライナ大学ウィルミントン校の新入生として、 ベンチスタートで1試合あたり平均3.3ポイントを記録した。2年生として1試合あたり平均12.2ポイント9.8リバウンドでフィールドボール率を記録し全国をリードした。主にバスケットから約2フィートの範囲内でシュートし296シーホークスチームで1年に1回のジャンプショットを行うだけでこの非常に高い割合を達成した。 40ブロックを記録し、11回のダブルダブルでリーグのリーダーとなった。カディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、サードチームオールカに選ばれた。シーズン後、アンク・ウィルミントンは4人のスターターとコーチのケビン・キーツを失い、新しいコーチ CB ・マグレースは、K コックのプレイタイムを拡大し、2018年2月のエロン大学戦では、87から63の勝利で、 カコックは17ポイントと21リバウンドを記録した。次の対戦で、チャールストン大学に88の64で負け、ブレタが29ポイントと17リバウンドを記録した。これらの2つのパフォーマンスにより、CBS スポーツプレイヤー・オブ・ザ・イヤーの栄誉を獲得した。ジュニアとして、K コックはディビジョンアイをリードし、1試合あたり13点をリバウンドを記録した。 かで一試合あたり17.8ポイントで8位、フィールドゴール率で58.8%で3位に終わった。K-Cock は22回のダブルダブルでチームを主導した。これは国内で2番目に多いプレイヤーでオールかファーストチームに指名された。ノースカロライナ大学スポーツ情報協会は k c o c を全州のファーストチームに指名した。シニアシーズンに入ると k c o c は オールカプレシーズンファーストチームに指名され、シニアとしてゲームあたり平均15.2ポイントと12.3リバウンド22回のダブルダブルで全国をリードし、再びファーストチームオールカに選ばれた。大学卒業後2019年の NBA ドラフトには指名されなかったが、ロサンゼルスレイカーズとイグジビット10を交わして NBA サマーリーグに参加した。 2019年10月21日、カコックはレイカーズにウェーブされたが、その後下部組織であるサウスベイレイカーズに招待され契約した。2019年12月11日、ロサンゼルスレイカーズとにウェー契約を結んだ。2020年8月13日のサクラメントキングス戦にて NBA デビューを果たし、 6本中3本シュートを沈めて6得点と5リバウンドを記録したが、136から122でレイカーズは敗北した。2021年9月20日に、ブルックリンネッツと契約したが、トレーニングキャンプを終えた10月16日、契約解除された。2021年10月18日、サンアントニオスパーズとの 2A 契約に署名した。ありがとうございます。